って現在進行形の犠牲者ですから本当にあの横のですね横の松本くんのお菓子食べてほらもう一人来たやばいよねあのお菓子あるねお菓子甘いスイーツ食べて口を直してタクシー直しのスイーツでぜひお口直しをはい、してください大丈夫ですか次行きますよはい、行きますよはい、次の方はですね、西川しおりさんですはい、女子くんよ、女子女子ですよはい、説明文を預かっております今日はですね、リア充を狩るために来ましたはい、大賛成ですはい、そしてですね、今日はですね、モンハンの衣装を準備してたんですけど間に合わなかったので、来月期待してくださいそう、ちょっとね、小中高を本気で作ろうかとかね、まあ、半端ない盛り上がり方のねそう、違うんですけど、まあ、とりあえず今回はいつもどうもやってくれるので、はい、盛り上がってください。はい、お呼びしましょう。西川しおりさんです。どうぞ。ハンターだ。ヒアリン。ハンターだ。みんな食べれるよ。ハンター。食べれる。食べる。あれ、ヒアジュじゃねえか、大丈夫。入ってない。はい、どうも、西川しおりです。よろしくお願いします。すごいね、びっくりするぐらい身内感半端ないね。いやそんな日でねやりやすくてとてもいいですあみんな近く寄ってて私今日ねメガネなくして昨日ストーブの上に乗せてたんですけどストーブをねちょっと投げたんですよポイってあの端の方に避けようと思ってね投げたんですよそう投げたあの端の方にポイってやったら上にあったメガネも一緒に落ちたんですねうんメガネいやこれや何がこれあこれね白大丈夫色はわかるよさすがに何色がいい何色がいいうーんじゃあ一曲目が激しいんでオレンジか赤でオレンジかまあ大体ねあのあえっ、ー、とね顎が二つに分かれて見える割れてねえよこんなんどう割れてねえよやべえな雑談ちなみに今日二曲なんで雑談する時間はいくらでもありますはいイエーイ時間は押してるから多少ね多少巻いていこうとは思ってるんですけどうん2曲目はね青かな、うん、あの今日全体的にあのリア充をね、爆発させるための曲を用意してきたんでね、まあ、あの見渡す限り今日は大丈夫そうなので全力でね1曲目も2曲目も歌っていきたいと思いますねちなみに2月15日、記念すべきリア充の祭典が待っているわけですけども、ちなみにちなみに2月15日お仕事の方手挙げてください。ああみんな仕事があっていいですね。予定もないのに休みにされました。はーい切ないです。はい、さあやることねえな。まあねあのよくよく知ってるとは思うんですけど西川は甘いものが苦手なんですね実は。なんで2月15日ってなかなかあの苦痛な祭典でですねあの別にリア充であってもリア充で、まあ、リア充であったことはほとんどないんですけど。まあ、うん？あ14か間違えちゃった。ああもうそこからだな。どうでもいい。あねちなみに2月15日はねうちの母親の誕生日だった。マジか。違った間違えちゃってそう2月14日ね2月14日うん大丈夫最初から2月14日って言ってたようん大丈夫大丈夫そうあのねそうチョコレートが苦手で私女子校にずっといたんで、いたんですよ女子校に中学校から高校までの6年間いたんですけどうん女子ばっかだけど外見女子の中身男子ばっかモテたモテたもモテモテたモテたモテためっちゃモテただってね机の上に収まりきらないほどのチョコが大量に2月14日はただ問題があって女子校っていうのはもうすでにそれが文化なんですね友チョコをやるのが文化っていうのでもうみんな持ってくる持ってこない人がいないぐらい全員持ってきて全員に配るように用意してあるんで恐ろしい文化ですよ本当に3日ぐらいご飯いらない昼ご飯本当いらないもう本当チョコだけで生きていけるみたいなで職員室にも女子ばっかりになる、まあ、女子校だから女子ばっかなんだけど生徒は女子がこうたまってうちカウンターがあったんですけどそのカウンター越しに先生みんな呼んでもう先生に配っていくみたいなその日だけなんかそのなんだろうお菓子持ってきてもいいみたいな僕にみたいな生徒指導の先生にモバイルで渡すから大丈夫みたいなで先生もそれが分かってるから2年目以降の先生はみんなホワイトデーのお返しをめんどくさいからその場でお返しできるように荷物持ってくるっていうそうだからでも渡したら直速なんかマシュマロだったりクッキーだったり飴だったりをくれてまあなんかその1日2日だけはちょっとなんかこういい感じにねお菓子とか持ち込み OK みたいな感じでやってましたねまあ西川には普通でしたけどねはいまあそんなね2月14日には西川いい思い出ないんですよ全然はい今
今年いいまでできるかな、休みだしねできるかな、まあ多分このまま何も予定がないまま好きな男子もできぬまま終わるんでしょうね。オンラインで、あ、そうだよ、それでリア充しよう。暇なやつらみんな集いよ、4人しか入れない、3人しか入れないけどな、まあいくらでもねこうシャッフルしてやれたらいいね。なあ、そういうのを期待してね、実際呼んでみると誰も来ないんですよ、知ってるんだよ私はごめん持ってねえや、あほら見ろよ。まあね、そんなかんこんなでね、まあ2月14日なんてね、クソみたいな日のためにね、まあ私は今日も生きていくわけで、というわけで1曲目聴いてください。リア充で憎しみを込めてリア充爆発しろ。いいよ。さあ皆様、とんでもない歌でございます、しっかり盛り上がって腕振って一緒に叫んでいただけたらいいなって思います。ちなみにこれ前半長いんだよね、ちょっとね。Yeah.
12月とはえらい違いの盛り上がりだよ。ありがとう。はい、ちょっと飲み物飲むね、こんな声だからね。おこの量は期待して、この量はまさかやらないよ。噛んでる姿もかわいい。でもね、これ少ないんだよ。これがばっかりだけど。いや、だから、ちょっと日は次第に。しないしか、しない。見てみたい。やらねえよ。やらねえよ。次の曲歌った後にも飲まなきゃいけないからね。その時にやればいいのかな。じゃあ、ね、次の曲終わったら、本当は MC 挟む予定じゃないけど、ちょっと一気だけやって帰るね。はい、こんなリア充爆発しろなんて歌った後に誠に恐縮なのですが、ですね、今年の秋、冬あたりにですね、発売される、サークルから出る発売されるあのドラマ CD の方に出演させていただくことが決定しております。でね、顔合わせがまだなんで、そんな大した内容も知らないんですけど、ですね、夢ボイスというサークル名のところのアイドルエッグっていう作品のヒロインの桜木美智子という役をやらせていただくことになっております。はい、ヒロインという言葉で分かると思うんですけども、重いんですけど、相手がヒロインで思うんですけど、相手がちゃんと言います。しかもね恋愛シミュレーション系なんだよでで超いっぱいいんの相手。概要を早口に適当に説明すると、声優事務所フラワームーンには落ちこぼれと言われる5人の男性声優がいた。仕事もなくレッスンに通う日々の5人にチャンスを与えるため、社長は新作恋愛ゲームアイドルエッグのキャスティングメンバーに5人を選出した。仕事が決まったと喜び意気込む5人だったが、喜びもつかの間、社長はある条件を突きつけてきた。それは1年以内にブレイクしなければキャスティングどころか事務所をクビにするというもの。さらに1年間の担当マネージャーと紹介されたのが新人で地味で頼りなさそうな桜木美智子だった。それぞれ不満もある中、彼らはアイドルエッグにキャスティングしてもらうため、自分の欠点と向き合いながらブレイクを目指すという作品ですね。まあ、詳しくはですね、私のツイッターのところの、固定ツイートにしてあるところに URL 貼ってあるので、それを見ていただけたらなっていうふうに思います。リア充になってきます。リア充まあでもね、なんかゲームが恋愛シミュレーションゲーム、中でその作るゲームが恋愛シミュレーションゲームなだけで、果たして桜木美智子が、他の声優たちと恋愛するかっていうのはまだ分かんない。ただ分かっているのは3枚組で台本がすでに見ただけで出来上がった分でこれぐらいあるっていう容赦のない感じの台本だったんで、ちょっとこなせるかどうか自信ないんですけど、まあ、頑張りたいと思うんで、あ、頑張る、ありがとう、頑張りたいと思うんでね、ぜひ出たら買っていただけたらなって、ツイッターの方で告知するので、ぜひ買っていただけたらなっていうふうに思ってるので、西川のリア充を見に来てください。聞きに来てください。結構ね、可愛い感じの声でやるので、ぜひね、こんなガラッガラ声じゃないんで、はい、なんで聞いていただけたらなっていうふうに思います。というわけで時間もしてるのでね、最後の曲いきたいと思います。すごいこうじわじわと大きくなる感じ。はい、最後の曲はですね、まあリア充になりきれない、ドラマ CD ぐらいでしかリア充になれない西川の気持ちを歌った歌です。聴いてください、敗北の少年。ぶつかって逃げ込んで、僕はいつしかI'm not afraid to die.
Thank you.